まあ、去年に引き続きのバンドメンバーですね。まあ、去年はライチ光クラブの、ライブ用のサポートメンバーとして、まあ達夫君はもうメンバーのようなもんなんですけど、あとの、横山さんとレビン君と新谷君は、まあもちろんその立場的にはサポートメンバーという感じで参加していただいたんですけど、もう割と気心知れる仲になっちゃってすぐ、まあもともとそれぞれ面識があったりとか、まあ普通に友達だったりするっていうのもあるんですけど、なんかすごくもうなんか昔から一緒にやってたバンドのメンバーのような、そういうなんか相性の良さというか空気感があって、よかったっす、よかったよかった、いやお疲れ様です、よかったよかった、本当に素晴らしいライブでした、まあ、約1ヶ月ちょっと前に喉の手術もしましてね、それの復帰初ライブだったので、かなり緊張感あったんですけど、まあ、喉も状態が非常に良くて、なんか、まあ、イメージに近い形で歌えたんで良かったし、なんかここまであれも作って準備してきたことがしっかりと伝わって、でそれが伝わったことを感じることができたライブでしたね。